皆さんこんにちは、さっちんです。今日もスカイリムやっていきたいと思います。ちょっとやる前に魔法をちょっと召喚、ここ取りたいんだよね。取りたいからどうしよっかな。こっち側取ろうかな。あ、ちょっと待って、全然足りないや。ここは取れるんだけどあと2つ足りないや。そしたら諦めようちょっと何やるか考えたんですけど、魔法中途半端にしてるので、それの続きをやっていこうかな。ちょうど召喚もね、高めていきたいので、そうとなれば魔法を教わりに行きましょう。あ、ファルメル、そう、これあとね、ファルメルだけになりました。なんだかんだ前回のクエストでもう全部集まって、あとファルメルだけ。そしたら魔法はこれかな。猛勉強、これいきましょう。着いた、帰ってきましたよ、魔法を学びに。あ、ちょっと待って、お衣装が、私の衣装が失敗。まあいいや、ちょっと魔法っぽいね。え、手を貸してくれないか。少しばかりプライベートなことなんだが。いいよいいよ。宇治の仕事が我らをかろうじてスカイリムと結びつけている。あんたも初めてかい。自分だけかと思ってたから。尻尾かわいいな。嬉しいよ。全然、ありがたいことだよ。ここに来るのは死刑宣告かそれよりひどいことだと家族は確信してた。うん、何年も言い張ってようやく認めてもらえたんだ。何かあったのか。あ、だが黙ってないと。え、合意したってことになるのかもしれない。エンシルと。エンシル、こっちが必要なものを奴が持ってたから取引したんだ。うん、間違いだったよ。渡したものを取り返してほしい。いいよ。あれはうちの一族のアミュレットで、エンシルに渡すべきものじゃなかった。そうか。だけど奴は知らんぷりだ。どうしたらアミュレットを取り戻せるのか奴に聞いてみてくれ。分かった、いいよ。よし、さてさて、なんだっけ。今日も歌が流れてる、踊りも、ドレッドロードも。誰か殺そうよ。よし、到着。勉強しに来ました。本はすべて丁寧に扱うように。わかったな。どれだなんだっけ。あ、これ、これはこれは、目にするのは随分久しぶりだな。この種の掘り出し物はファルメルの言語で書かれた珍しい一品だ。うん、興味は大ありだと思う。問題は売ってくれるかどうかで。あ、いいよ全然、いいよ。スカイリムで読めすらしない書物を買ってくれるやつが他にいるとも思えないから選択肢があるわけでもないな。うーん、まあな。こんなのはどうだ。この類の本を持ってきてくれれば一冊につき1000ゴールドだぞ。おお、いいじゃないか。しかも翻訳された版をタダで差し上げる。ありがとう。どうだ。いいよ、全然いい。ほらよ。多分、あ、そうそうそう、多分ね、2、3がないんだよね。この収集には何百年もの歳月が費やされた。実を言うとあるんだ。あるのか。シャリドールについて聞いたことはない。あ、シャリドールね。第一期の極めて強大な魔術師だ。彼の魔法の知識に太刀打ちできる者はほとんどいなかった。うん、ラビリンシアンにこもって研究に全てを捧げた。そしてお前が想像できるよりもはるかに多くの書を残したのだ。以来彼の著作はスカイリム中に散らばっているが、翻訳できない者にとっては何の役にも立たない。なるほど。だが私はそれができる数少ない者の一人だ。彼の作品がいくつも現れているという噂は聞いてる。ダメでしょ、そういうことしちゃ。見つけ出してくれればそれは我々両者にとって有益だろう。座りたかったのねシャリドールね、聞いたことあるけどやったことないかも。サールザルで見つけたものについて調べたい。何を求めているかは分かった。噂話はもうここまで広まっている。うん、ある大きな謎を発見したんだって。尋ねる必要すらない。してやれることは何もないんだから。
いずれにせよもう何もね。もう助けになりそうなものはないのか。もうないと言ったはずだ。あ、はい、すいません。オーソーンが召喚士たちに加わるためフェルグロー砦に逃げた時、たくさんの書物を持ち逃げしたんだ。平和的な贈り物としてな。関係する情報の記載された巻があったかもしれない。知りたければオーソーンと話してくれ。オーソーン、オーソーン、オーソーンとは誰だ。この大学の見習いだ。能力はそれほど優れていないが、魔術師の一団に気に入られてね。彼はそこと深く関わるようになった。彼らが去ると彼も後を追って旅立った。物資と書物を大学から盗んでね、取り入るための手段だろうな。あ、なるほどね。じゃあな。はい、じゃあ行きますか。うわ、アンカヌル。そこのお前、はい、聞きたいことがある。何でしょう。サールザルにいたのだろう。あそこで何か見つかったのは私も気づいている、うん、多分な。そんなことくらい分かっている。私の知性を見くびらないでもらいたい。ああ。トルフディルはまだあちらにいるのだろう。戻ったら一部始終を聞かせてもらうことにする。そっちに何の関係がある。サールザルで何かが発見された。それはトルフディルが大学の新入りを一人で知らせによこすほど重要なもの。そのような代物なら誰にとっても重要なのではないかね。特に私にとってはな。協力に感謝する。もう行っていいぞ。ああ、そうですか。さあ行きましょう。ちょっとアンカノに邪魔されたけど。それじゃあ、あ、これフェルグローだよね。フェルグロー、あ、何気に見つけてないんだ。どっちが近いんだろう。通った記憶あったんだけどな。こっから行きますか、じゃあ。フェルグロー、ここまっすぐ行ったら近い。うわ、久々。ちょっと待って、遺産を見つけたら。あ、お金取りに来てるぞ。あいつお金、私からお金を取ろうとしてるぞ。よいしょ、よし、ちょっと通りますよ。止まれ。ここは有料道路なんだよ。私たちの道を通りたかったら205。おや、腹渡を撒き散らされるってのに強気だね。ダメだった。それで終わりだ。痛いよ、痛いよ。どっから行くのが正解。あの山登っちゃダメ。なるほどな。ちょっとこっちから行こう。そう、信者をさ避けて通っちゃったからさ、あの人たちはあれかな、またリバーウッドに戻ればいるよね。あの人たちとは一応戦いたい。あれだね、あれだわ。海渡るか、川かな、川渡るか。さあみんな来い、川を泳ぐぞ。おいで、みんな川を泳ぐ準備はできてるか。ついてこい。あ、魚いる、魚、やばい、危ない危ない、噛まれる。おお、戦ってる。ちょっとやだな、誰もいなくなっちゃったんだけど。ああ、信者いるじゃん。ちょっと待って待って、信者いた。ちょっと待って、信者がいる。一人は無理だって。ああ、来た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 。ちょ、死せろ。ちょっと待って、信者がすげえ走ってくる、すげえ走ってくるよ。ちょっと待って、やめて。ちょっと待って、信者の話してたら信者出てきた。すっげえ追っかけてくる、めっちゃ追っかけてくるよ、怖いよ。今私フェルグローに行きたいんですよ。あなたたちの相手してる暇じゃないの。すげえ追っかけてくるじゃん。何で来たの、ちょっと来ないで、こっちに逃げろー。
信者とやり合わせようよ。こっちか。フェルグローの人間と信者をやり合わせよう。はい、発見。信者どこ行った？痛い目に遭うわよ。下がりなさい。来た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 。おい。ここを離れるよ。どこから来ました？よしよし。ほら来い。勝たせるか。信者戦ってる。信者が仲間してくると違うな。違うな。すげえ普通に私のこと攻撃してるわ。あ、ドラゴンも始まっちゃった。信者とお話しする前に終わっちゃったよ。信者、信者の老婆もらっとこう。仮面ももらって、信者セットもらっとこう。ドラゴンボール始まっちゃったよ。話聞かずに終わっちゃった。信者の話ちょっと聞きたかったな。まさか話聞けないで終わっちゃうとは思わなかった。悲しい。ちょっとやっぱ信者のお話は聞いておきたいんで、信者をお迎えに行きましょう。お話だけね、聞いて。あっけない始まりだったわ。あ、来た。あれ信者ですね。来ました。はい。お前はドラゴンボーンと呼ばれるものだな。そうだ。はあ、ドラゴンボーンだ。お前の嘘には騙されんぞ、詐欺師め。え、真のドラゴンボーンがやってくる。お前は彼の影でしかない。ミラーク教が現れた時、皆が知るだろう。何人たりとも彼の復活は止められん。やめろやめろ。あ、ちょいちょいちょい、危ない危ない。このような顔をし、これで終わりだ。死ぬ。あった、信者の命令。ソルステイムにね、サッチの名で知られる偽のドラゴンボーンを探し出し、彼女がソルスセイムへたどり着く前に始末するのだ。やめろ。成功の知らせとともに戻れば、ミラー君も大いに喜ぶであろう。よし、そしたら戻ってきたけど、入る前に信者の手紙を。どこだ。あ、いた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 。これね、さっきの。みんなローブだけかな。シセロとか着るのかな、これ。偉大なる強き聞こえ聞こえし者くすぐったいよ。シセロあ、信者にもなれそう。ちょっと服はね、あの防御力がないからね、ダメみたい。まあ、美しき顔を晒しといてもらいましょう。使えるために生きている。さあ行きましょう行きましょう。ほっ。あって、あ、もうすでにやだ。あれ、こ、雲出てきたっけ。え、こ、雲出てきたっけ。あ、出てくるかも。出てきたね、そういえば。確か行ってこい。やはり空耳じゃなかった。わあ、嫌な音。わあ、嫌な音。ああ、いや、浮いてる、キモい。誰もいなかったになりましたかね。すごい嫌なんですけど。フォースランナー。うわ、気持ち悪い。そうだね。嫌だ嫌だ嫌だ。キモい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 。本当にやめろ。
あら、あらって言ってるわ。気のせいかしら。気のせいよ。その竜と矢座でへし折ってやろう。よし。今の何？誰？どこ？どこにいんの？あ、こっちか。こっちだ。ちょっと気のせいだ。道間違えてただけだった。確かに何か、何でもなかったに決まってる。これ確かさ、吸血鬼助けてあげたら母に歴世をかけた。確か一緒に戦ってくれた気が。確か一緒に戦ってくれたよね。ダメ、やめて。そうだよね。それで全力なの。よし、あれ、よし、行け行け行け。なんか地味に勝ってるよね。カジーと生きてんだけど、カジーと生き返ってる。オサいる。オサ、オサからちょっと灰もらっとこう。チームワークの勝利です。結局どうなったんだろう。ひどい目に合わされちまう。そこにレバーがちょうど真ん中のところだ。前に急いで頼むよ。なんか独り言言ってんね。カジートが歌ってる。あ、マジ無理かな。ちょっと薬持ってんだ。ほら、薬がある。よし。鍵ばっかりだな。よし、来た。オーソン。これオーソンだよね。頼む、助けてくれ。お前がオーソンか。ああ、そうだ、アークメイジのアーレンに頼まれてきたのか。俺を助けるために。そんなバカな。本を取り戻しに来ただけだ。何？ほ、ああ、ああ、そうか。盗むべきじゃなかったのは分かってるさ。うん、バカな真似をしちまった。もう二度としない。ここから出してくれれば見つけるのに手を貸してやる。頼む。盗んだ本はどこにある？もう持ってない。彼女が持って行った。召喚者だ。俺はそいつに閉じ込められたんだ。お願いだ、ここから出してくれ。しょうがないな。置いていかないでくれ。ちょっと待ってろ。どれだかな。よし、ほら、助けたぞ。ありがとう、感謝するよ。手を貸すって約束しよう。それから大学に戻ってまた受け入れてもらえるよう頼んでみるよ。助けなどいらない。ああ、そうか。それならしばらくあんたの後ろに隠れて静かについていくよ。いや、ついてこないで。おお、あんたは命の恩人だ。ありがとう。来てくれなかったら奴らに何をされていたか分かったもんじゃない。ここから出る手助けをするって約束しよう。さ、本はどこにある？ああ、もちろん教えてやると言ったろ。召喚者が持ってる。彼女はその中の一冊に特に関心があるみたいだった。けど俺を閉じ込めておくのは忘れなかったらしい。安全な場所に逃げた方がいいよ。助けはいらないのか？いらない。一人で何でも、一人で何とかできる。シセルはお腹が空く。なあ、俺はもし、その、じゃあ俺は行くよ。気をつけろよ。それとありがとう。いいえ、意外といい人だった。あ、カジートさん、カジート死んじゃった。あ、こっちか。あ、待って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 、
行け、これ行け。よし、ダメだった。さてさて行きましょう。召喚者だっけ、あの召喚者と戦わなくていい選択肢があるんだけど、説得が話術が高いと確かね戦わなくて済むんだけど、この感じは厳しいかな。50もあるし、いけるかな？誰？よし、ゲイ。おい、なずい。愛しき母よ、あなたの死せろが危険だ。だいぶ近づいてんじゃないかな。いつも、ずっと。持ってた持ってた、こっちかな。いた、しまった。誰か殺そうよ。ちょっと待ってろ。ああまだ続いてた。やばオッケー。わあ危な。ちょっと道連れやめて。歌う鳥さんを見つけたら聞こえる前に首を折ろう。召喚しとこう。召喚するタイミングを失う。火がついたら、そう、彼の火をつけてやる。今のは押さないでって。やめます。いい教訓になりましたね。よし、こっちなんだっけ。もういるじゃん、そこにいるのだ。あら、チームワークの勝利ですよ。くらくらくら、暗すぎる。暗すぎて道、びっくりした。生き返らしてる。またお、珍しい石発見。さあ行きますか。そろそろじゃない。あー着いた。戦う選択肢しかなかったらやだな。まあ、しょうがないんだけどね、そのパターンの時は。説得なんて薬持ってないよな、私。ないから、まあ、その時はその時だ。そう。あなたが家に押しかけてきて、私の研究を台無しにしたのね。お会いできてとっても嬉しいわ。大学の本を取り戻しに来た。じゃあ結局、あなたはアレンの取り巻きの一人ってわけ？残念ね。なかなか見どころがあったのに。本当？ここへやってきて助手を殺して研究をめちゃくちゃにした。うん。私を怒らせたあなたに何かあげるものがあるとは思えないわ。確かに。取引を、あ、説得あるよ。いいわ。お、それを持って行きなさい。絶対に戻ってこないで。お、出ないと私の最高の怒りと向き合うことになるわよ。うまくいった。すっごい久々にうまくいった。嬉しい。お姉さんありがとう。いや、生かしておける、よかった。平和に住んだよ。ありがとう。話しかけたら怒るかな。セーブしてから。目的は果たしたでしょ。うん、もう出て行って。わかった。取り返してきたよ。しかもめっちゃ平和に。いや、嬉しいわ、平和で。
本はすべて丁寧に扱うように。はい、分かったな。分かった。この収集には何百年もの歳月が費やされた。なくなっていた本だ。これからも傷をつけるわ。これはこれはお前自身も無事で何よりだ、うん、ありがとう。いいえ、一通り読んで何か関連のある部分を見つけたらミラベルに知らせよ。分かった。涙の夜だな。この本のことは忘れないさ。面白かっただろう。見てない。読んでみたか。見てない。確か興味深い暗示が記されているんだ。トルフディルに知らせておいた方がいい。それとこれを、見合った働きをしてくれたからな。何？なんかもらったぞ。種族別の系統発生論を追加。どういうこと？あ、本か。本かな。あ、そうだ、本だ。本だ。おお、やった。不樹。あとなんだ。空に触れる関係ないな。おお。召喚は？召喚はないんですか？まだあの命令読んでなかった。破壊。編成。召喚は？伝統を祈る。ブラック。召喚は？私召喚の欲しい。召喚のが欲しいよ。召喚のもらえなかった。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。いや、なんか久々にあの召喚者だっけ、あの人を倒さずに勝負にならずに説得だけで取り返せたのはちょっと大きかったです。なんか大体やっぱね、勝負になっちゃうからさ、平和に取り戻せました。それではまた次回お会いしましょう。またねー。